東急モールズデベロップメントグランベリーパーク南町田グランベリーパークは東京都町田市、鶴間の東急町田市による再開発エリアの名称。かつてこの地で遠慮し、旧南町田駅周辺の再開発に伴って閉館したショッピングモールの旧グランベリーモールについても記述する。同エリアは南町田グランベリーパーク駅南側に位置し、ショッピングモール、 グランベリーパーク及び、鶴間公園、中間部分にあたるパークライフサイトからなり、エリア全体の面積は、約22万平方メートルに及ぶ。もともとこの地には2000年4月21日に、旧グランベリーモールが開業。アパレル、雑貨等を中心とした屋外型アウトレットモールで、ファクトリーアウトレット商品を取り扱う店舗が多数、あるほか映画館。 フードコートスーパーマーケットもあり、一通りの買い物が楽しめる施設であった。また、郵便局や市役所連絡所、コンビニエンスストアも備え、周辺住民の日常的な用達にも対応していた。当初は10年間限定の暫定施設として計画、開設されたが、その後の方針変更により開業から10年が過ぎてもしばらくは営業が継続されることとなった。しかし、 建物や設備などの老朽化が進んでいることに加え、近隣の商業開発が進んできていることから、さらなる来客を図るために2017年2月12日をもって一時閉館となり、東急と町田市の共同による南町田拠点創出町づくりプロジェクトの一環として、旧グランベリーモールや鶴間公園、住宅や駅前広場などを一体的に再開発する計画が進められた。 再開発後の町全体の名称は南町田グランベリーパークとなり2019年11月13日に町開きを迎えた。また同日開業した東エリア内の商業施設の名称もグランベリーパークとなった。さらに町開きに先立って最寄り駅の南町田駅についても同年10月1日に駅名が南町田グランベリーパーク駅に改称された。 2020年6月には、令和2年度都市景観大賞の都市空間部門において、官民一体で取り組んだシームレスな街の構造と、質の高い空間整備が高く評価され、大賞に当たる国土交通大臣賞を受賞した。さらに、同年10月には、第40回緑の都市賞で国土交通大臣賞と、第8回プラチナ大賞で優秀賞。 新しい時代のまちづくり賞をそれぞれ受賞した。施設建て替え後の店舗床面積は、建て替え前の約3.3万平方メートルから約5.3万平方メートル。店舗数は、建て替え前の98店舗から241店舗。駐車場台数は、建て替え前の約1400台から2027台と、大幅に規模が拡大しており、合わせて、施設名も、 グランベリーパークに解消された、トキュポイント加盟店。また、施設デザインにはたま、プラー・アッザ・テラスや、アーバンド・クラ・ラポートとヨスなども手掛けている、ラグアルダロー、棚町建築事務所のデザイナー、パブロ・ラグアルダを起用し、広々とした空間にオープンモール型の商業施設が、並ぶ、ビレッジ型空間をコンセプトとしている。玄関口となる、 駅側エリアのステーションコートとメインエリアのセントラルコートからなり、さらにセントラルコートには6つのパビリオンも置かれている。ステーションコートセントラルコートギャザリングマーケットヒル、サイドビラモンベルビレッジ、キッズディスカバリーグリーンリビングワンダーシアターパーク、ライフサイト前景商業施設エリアと、鶴間公園の中間部分に位置し、ミュージアム棟とパークライフ棟の複合施設2棟と、 施設正面に設けられた丘の広場で構成される。再開発に伴って廃道になった市道と鶴間公園の一部だった土地を商業施設1階の高さに合わせて森土でかさ上げして整備された。広場は商業施設と直結し鶴間公園とは高低差があるため階段で結ばれている。パークライフ棟は2019年11月13日に ミュージアム旨は2019年12月14日にそれぞれオープンした。詳細はスヌーピーミュージアムを三小級の広場に面した1階にはスヌーピーミュージアムのカフェと小規模施設図書館が鶴間公園に面した地下には町出しの小型児童館が入居。水害時に避難勧告、避難指示が発令された際には仮宿泊が可能なしの洪水時避難施設に指定されている。 詳細は、鶴間公園を、山椒南町田グランベリーパークの画像級、グランベリーモールの画像グランベリーパークに関するカテゴリー。ありがとうございます。